さあ、ということで、セルフクエスチョンですね。202号室の会議。まず、一番大事なところを確認しておこう。亡くなった生野さんの夫、春日健一さんは本当に刺すだろうか、それとも、刺すだろうか。なんていうかね、いきなり、分岐ありそうな、ぐらいの選択肢だよね。もうそもそも変わってきますもんね、ここで。多分ね、科学ルートは、他殺で、オカルトルートが自殺なのかなって思うんだよね。まあ、最初ね、できれば科学行きたいんで、他殺だで行きますか。他殺であるというその時は、胃薬を飲んでいた。そばを食べていた。胃薬を飲んでいたね。そうだ。自殺する直前に胃薬を飲む人はいない。したがって、これは殺人事件だ。では、殺害する動機を持ってるのは誰だ？生野さん、鴨泉警部補。まあ、生野さんにはなるかな。仮に。あくまでも仮にだ。生野さんが犯人だとして、その動機は保険金目当て。生野さん自身、超自然的な力に操られてる。保険金目当てかな。結論だね。保険金殺人か。本来、愛すべき家族が残すための保険金を、どす黒い欲望を満たすために、汚す。人殺しだ。雪乃さんが、この家族への思いと命の尊厳を無視した発言を犯したとは思えない。しかし現状で、その線が最も濃厚なのも事実だ。雪乃さんは悪意ある何者かにはめられたかもしれない。彼女を疑うのではなく、まずは今回の事件を、原始的な殺人事件として追うことにしよう。これではっきりした。このように超自然的なことはない。この一連事件も呪いだの幽霊だのといったことは全て思い違いか偶然か、そうでなければ誰かが意図的に知ることだ。全ての事件は必ず生身の人間によって行われている。殺人だというなら人間の犯人が必ずいる。その人物が何らかの手段で犯行を行った。それだけのことだ。そしてそのことは論理的に検証していけば必ず合理的に説明できる。それが僕の結論だ。おはようございます、小暮さんの。おはようございます先輩。どうしたんですか、ぼんやりして。いえ、何でもないであります。心配ご迷惑であります。そうだろうか。どうも今日、いや最近の小暮さんは顔色が冴えないように感じる。見た目通りに体の丈夫さを誇る小暮さんだけにちょっと気がかりだ。もしかして小暮さんは。さあ、ということで、結構いきなり選択してきましたね。風邪でも引いたのか、食当たりでも起こしたのか、恋煩いか。めちゃめちゃ選びたいけどね。風邪でも引いたのかでいきますか。風邪でも引いたんじゃありませんか。そんなわけあるかいな。小暮が得られる風邪金上がったら、うちらはとっくにやるとるで。警部殿、いくらなんでもすればあんまりでは。冗談や冗談。けど、ほんま顔色悪いんとちゃうか。そう見えるでありますか。小暮さんは疲れ切った顔で深々とため息をついた。実は最近、夢見が悪いというか、なかなか熟睡できないのであります。なんや、かわいい乙女みたいなこと言うよな。自分でもらしくないとは思うんでありますが、枕でも変えてみたらどうですか。それはもう実践済みでありまして、実践済みなんだ。効果なしやったんか。何、どうもこう、寝入り罠に金縛りになったり、ギシギシと家なりがうるさかったり。明け方近くになって、ようやくうとうとしたと思ったら、今度は悪夢にうなされて目が覚めたりで、このざまであります。どうやら想像してたよりもヘビーな状況のようだ。怖がりな小暮さんが、それにも動じていないのは、ひとえに睡眠不足で判断力が低下しているからかもしれない。やはり睡眠不足は健康的でありますね。近頃では、どうもこう、白昼まで見えるようになってしまいまして。白昼まで見るとは、小暮さん、気づいてないだけで相当参ってるんじゃないか。うちはそんな見たことないわ。なあ、どんなものが見えるんや。そうですね、なんかこう、ぼんやりと黒っぽい女の人が枕元にとか。妙やな、幽霊といえば白っぽい女がぼんやりと。ちゅうのが定石やと思ってたんやけど。何をおっしゃるんでありますか、警部殿。検察官ともあろうものが、そんな子供じみた迷信を信じていては、市民の皆さんに面目が立たないであります。ものすごい器用だ。
心底そう信じているというよりは、そう言い張ることで逆に幽霊を肯定しているように見えてしまう。その女の人って何か言いましたか？それがその、まあ、所詮ただの夢ではありますが、次はお前の番だと。それはまた気色悪い夢な。自分もそうもであります。夢は夢でしかない。見る人の無意識を反映することはあるかもしれないが、何かの例が、夢枕に立つさんの内無だのということはありえない。そういう夢を見るからにはきっと何か理由があるはずなんだ。だがそれは一体何なんだ？思わず考え込んでしまった僕を気遣うように小暮さんがやすさか、覇気にかける、笑い声を上げた。すいません先輩。自分が妙な夢を見てしまったばっかりに余計なご心配をかけてしまって。あ、いえ、そういうわけではないんですが、自分の体のことは自分が一番よく知ってるであります。まだまだ仕事には支障はないでありますから、今日の捜査にも同行させてほしいであります。どうやら体調の悪い小暮さんに逆に心配してしまったようだ。まだまだ僕も仕事が足りない。それで先輩、今日はどこへ？そうですね、木戸さんが住んでいたアパートの大家さんにちょっと頼み事があるんで。なあ、アパート気になるわなあ。先輩、今更何を聞くおつもりなんでありますか？雪乃さんのお部屋をもう一度確かめさせてもらいたいんで、その許可をもらいたいんです。あの部屋でありますか？ねえ、あの鏡に隠されていた絵、あれがどうしても気になるんです。確かに不気味な絵ではありましたが、あれと春日さんのご主人の死にどういう関係が？ご主人の死というよりは、あの部屋の住人の死と言った方がいいかもしれませんね。どう考えてもあの部屋は、人が死にすぎています。そう、偶然というにはあまりにも人が死にすぎている。セラの死とあの部屋が呪われているという噂は繋がってる。では、その噂とあの絵にも繋がりがあるんではないか。僕はそう考えたんだ。おかしいと思いますか？こんな考え方は。いえ、自分は先輩を信じられますから。小暮さんの言葉に励まされるようにして、僕は大家の家のチャイムを鳴らした。どちら様です？いつもとは別の無線の声だ。警視庁の風見と申します。三雲荘の202号室のことに関してお話を伺いたいんですが、須江さんはご在宅でしょうか？申し訳ありません。ただ今、体調を崩しておりまして。どうやら小関さんの娘さんらしい。娘さんか。お話だけでも伺うことはできないでありますか？僕に代わり、小暮さんがインターホンに向かってそうつけると、やあってからドアが開かれた。お忙しいところ恐れ入ります。私、警視庁の風見と申します。同じく小暮であります。小関の娘の和子です。お役に立つお話ができるかどうかわかりませんが、どうぞお上がりください。互いに上々しく頭を下げると、小関和子さんの言葉に従って玄関の敷居をまたぐ。それで、末さんのことですが、そんなにお具合が悪いんですか？年というにはまだ早いかと思うんですが、健忘症の補佐がありまして、そうでしたか。すいません。そんな中、お邪魔して。いえ、どうぞ、こちらです。和室の襖を開くと、そこには横たわった小関さんの姿があった。先日会った時は、すっかり、襖代わりし、その代わり張りはなく、開いた目や焦点の差のまま、後ろに天井を見上げてる。お母さん、警察の方がお話したいって。わかる？ダメよ、今はダメ。あの黒い女が見てるじゃない。ほら、そこ見えるでしょ。黒い女？枯れ枝のような腕が天井の一角を指し示す。部下はすられてその指先を追うが、もちろんそこに黒い女などいない。お母さん、誰もいないよ。ほら、しっかりして。いえ、じっとこっちを見てるわ。だって次はお前の番だって。ほら、そう言ってるじゃない。母の体を起こそうと、不審していた娘さんが諦めたようにため息をつきながら振り返った。すいません、もうずっとこんな調子で。以前お会いした時はお元気そうでしたが、ええ、つい2、3日前から突然、しきりに黒い女が見えてる、次は私が死ぬ番だって。黒い女？小暮さんがつぶやく。その額にはびっしりと、汗が玉を結んでる。そうなんです。誰もいないところを指して生首があるとか、夜中に突然呼び声が聞こえると言い出しては、暴れたりして。生首。思わず小暮さんの方を振り返った。小暮さんも何かを言いたげに、
だが決して不審は出せないといった顔で僕を見ていた。黒い女、長首、杉谷は前の番。小関さんの表情は、そう、小暮さんの様子を酷似してる。そうだよね。声援心力の差がそうさせたのか、小関さんの方がはるかに水準化してるが、あまりにも共通点が多すぎる。ありもしない真首、誰もいないところから聞こえる叫び声、そして黒い女からの死の宣告。とにかくこの場を離れようと僕は娘さんに尋ねた。さあ、お宅で管理されてる三雲荘の202号室を拝見させてもらいたいんですが、構わないでしょうか。例の件でまだ捜査が続いてるんですか。ねえ、まあ。言葉が濁した僕の様子には気づかなかったようで、娘さんはゆっくりとうなずいた。わかりました。少しお待ちください。こちらが鍵になります。ありがとうございます。ご協力感謝します。お大事になさってください。こんな言葉、気休めにしかならないのはわかっていたが、僕は最後にそう付け加えずにはいられなかった。でもまさか本当に呪いなんてことは。道を隔てた三雲荘までの行く間、小暮さんは終始無言のままだった。無理もないだろう。小暮さんと大家の小関さん、共通点ない二人が共に同じような奇妙な日ごとに悩まされてる。おまけに小関さんはひどく衰弱してるんだから、それを目にしてしまった小暮さんがショックを受けるのは無理もない話だ。すっかり塞い込んで無口な小暮さんと、久しぶりに木野さんが住んでいた部屋を訪れる。グランドさん室内はもう木野さんたちが暮らしていたおもかやさえ残していない。差し込む茜色の夕日がやけに寂しさをかきたてる。この部屋に何か秘密があるように思えるんですが。しかし、どんな秘密があるんでありますか。いえ、それはまだわかりませんが。前触れもなく自殺した木野さんの夫、奇妙な死、あるいは失踪を遂げた以前の住人たち、突如衰弱した大家の小関さん、そして奇怪な現象に悩まされる小暮さん、これらがもし同じものにターンを発してるなら、共通点はこの部屋以外ない。そしてこの部屋でひときわ目につくものといえば、鏡の裏に隠されていたあの絵が思い浮かぶ。鏡と、そしてお札によって封じられてるかのようなあの絵だ。その絵は突如消えてしまった。雪乃さんが引っ越した日に忽然と消え去っていたんだ。だが今の僕はそれを超自然現象だとは思わない。ただの見間違いなんてことでもない。きっとそこにも科学的に解明できる理由があるはずだ。ねえ、この絵ですよね。しかしそう思いながらもドアを開けて入るなり、さすがに驚きのあまり言葉を失った。玄関脇の壁にはあの絵がくっきり浮かび上がっていたんだ。これは現在かってことは、以前のように汚れや木目を人の姿に見間違えたのかもという議論を挟む余地などどこにもない。明らかにそこには絵が存在していた。気のせいか、まがまがすが増しているようにも感じられる。小暮さんは絵を直視しようとはすでにつぶやいた。この絵だ。小暮さんには絵が消えたことは言っていない。僕だってこの気味の悪い絵をまじまじと見るのは気乗りがしなかったが、今は調べることが先決だ。よし、ここは。さあ、ということで、調べられるね。仮地ありだね。いろいろな角度から眺めてみよう。水をかけてみよう。火で炙ってみよう。まあ、キラファにやばそうだけどな、思います？いろいろな角度から眺めてみようで、いきますか。立ったり、しゃがんだりして眺めてると、あることに気がついた。角度によって絵がはっきり見えたり、見えにくくなったりするんだ。角度によって変わるのか？どうやら構成の具合で違ってるらしい。今はカーテンもないからまだ明るいが、あまり日の光が差し込まないこの場所は昼間でも薄暗かったことを覚えてる。よかった。絵が消えたと思ったのは目の錯覚だったようだ。まさか本当に絵が自らの意思で移動したのかと思い、内心不安でならなかったんだが、これで説明がついた。さて、この絵についてさらに詳しく知るためにはどうすればいいだろう。あーにく僕には美術分野において学校で習った以上の知識はないし、失礼ながら小暮さんはどう考えても右に同じかそれ以下だ。今は壁に直接書かれているため動かすことはできない。指で触れれば画材が剥がれ落ちてきそうだ。僕は用意してきたピンセットと小さなビニール袋を取り出すと、白手袋をはめたてで慎重に絵の表面から絵の具を剥がした。先輩、まさかこの絵が呪われているなどと思われているのでは。
恐る恐る不安げに小暮さんが尋ねる。はい、そうです。と言いたくなるが、そこは我慢しとく。いえ、いくらなんでも、それは非科学的すぎます。ただ、例えば、この絵を描くのに用いられた画材が毒素を有しているとしたら、ここで暮らすうちにその毒素を吸い込む可能性がある、ということでありますか？可能性の一つですけどね。その結果、健康が損なわれ死に至る、あるいは精神に錯乱をきたした、という可能性は考えられる。少なくとも呪いの力で死んだ、などという考えよりは原石だろう。まずは絵の具の成分を鑑定したところですね。小暮さん、どっかの専門の機関に申し込みませんか？自分が申し込むでありますか？先輩、それはご勘弁いただきたいであります。小暮さんは、かたくなにそれを拒んだ。僕の民を拒むなんて、よっぽどのことだ。だが万が一にも、絵に人を呪う力があるならば、たとえ、かけらでも威力を発揮するかもしれない。となれば、小暮さんの気持ちもわからないではないんだが。あ、そうだ、うってつけの人がいます。その人に頼みましょう。僕は不意に思いついた。決して会いたいとは思わないんだが、万が一にも、絵に人を呪う力があるならば、ぜひこの人に差し上げたいという人物を思い出したんだ。昨日もアパートを出た後、小暮さんの体調は測ったように悪化し始めた。みるみるうちに、しつけ色の顔に変化して小暮さんを、半ば無理やり病院に送り込んで、日が過ぎてしまった。そして今ちょうど昼時の本庁のロビーで、僕は行き交う人の身を眺めている。小暮さん大丈夫かな？だいぶ参ってたみたいだけど。何も暇つぶしをしてるわけじゃない。ここでなら彼女に会えるんではないかと思って来たんだが、今のところ目論見は外れてるようだ。会いたくない時に限って出てくるというのに、探してる時には見つからない。どこまでも根性の曲がった存在らしい。あら、とうとうクビになったの？いきなりご挨拶だ。こんな失礼なことを悪い目をせずに言えるような人物は一人しかいない。おお、来ましたね。お疲れ様です、鴨泉警部。あいにくですが、まだクビにはなっていませんよ。あら、そう、シンク細胞で座り込んでるから、てっきり職を失ったかと思った。一体どうして僕は親しくもないこの人にここまでけなさなければならないんだろう。一作が悲しくなってきたが、そこはぐっとこらえることにする。彼女と一緒にいると、もし絵に呪いの力があるならば、どうか彼女を、などと危険な誘惑に駆られてしまう。まあこの人ならそんな呪いすら弾き返してしまいそうだが、どうかしら、あの事件少しは進歩があって。ねえ、ちょっと気になるところが出てきて、面白くていますよ。気になること？まあどうせくだらないことに目をつけたんでしょうけど。口ではこき下ろしながらも、鴨泉警部の興味は完全にこちらへ向けられた。珍しくマーク通りにことが進んでる。この人と来たら自分の存在にも不可解な点があることは種あげて、何としても木野さんを犯人に仕立て上げようとしてるんだ。ここらでちょっと締め上げておくに越したことはあるまい。鴨泉警部、和美君、私のこと疑うでしょう。やはりお見通しだったか。先生パンチを食らって意気消沈してると、鴨泉警部は満足そうに口を走って笑う。わかりやすいわね。考えてることは全部顔に出てるわよ。少しは腹毛ってのも覚えなさい。確信した。僕には鴨泉警部のような計り事は向いていないようだ。私のことを何だと思ってるのか知らないけど、こっちはある事件の容疑者として春日刑事を追ってるだけよ。余計な詮索はやめちゃうない。不愉快だわ。何ですって？何かよ。だから春日刑事さんを容疑者として追ってるって。そうよ、彼が画廊を経営してたことは知らないね。何年か前に贋作がエミルトで出回ってるという情報を私は入手して内定に入ったの。それが春日さんというんですか？断定はできない。証拠も揃ってないし、いくら調べてもニュース先が分からなかったから。これでまた一つの図が解けた。だから鴨泉警部は戦線から春日さんのことを探っていたのか。彼の画廊があそこまで盛況だったのは、著名な絵画を入手するとかあったからといいけど、そのうち贋作も味ってやらね。まあとんでもない額を出してでも、ぜひにと欲しがる貧満な思考家たちは多いし、そういう人は得てして絵を見る目なんて持っていない。ただ高額な絵を所有してるという満足感が欲しいだけなんだから、同情はしないけどね。はあ、しかし今の話は大きな前進だ。雪乃さんの夫にそんな裏の顔があったなんて。そのことを雪乃さん知ってたんだろうか。そこですよね。雪乃さん知ってたんだろうか、これを、このことをね。和美君、あなたまだ春日雪乃の周りをうろちょろしてるの？うろちょろって。どうやら
また僕の心の揺れがたまったようだ。画廊の話から僕は雪乃さんに思いを焦らすことをこの人は正確に見抜いている。悔しいんで無然とした顔で答えた。警部補には関係ないことです。これを見ても同じことを言うつもりだな。大したもんだけど。そう言いながら警部補が手にしたファイルをひらひらと振ってみせた。それは春日健一事件の記録並びに贋作疑惑の記録ファイルよ。私が自分用にと思ってまとめたもの。陰銀無礼を絵に描いたような振る舞いは堪忍さあるが、プロファイラーである警部補が作った資料は今僕にとって喉から手が出るほどに欲しい代物だ。それ見せてもらうわけにいきませんか。ただね、金を取るつもりですか。冗談よ。警部が言うとちっとも冗談聞こえません。よく言われるわ。あなたいい加減考えてることをすぐ顔に出すのをやめないと捜査官には命取るよ。正直者なもんですから。マジで譲らないよな、どっちも。冗談よね。冗談です。どうも調子が来る。やはりここは地道に自分で資料をまとめてと考えてると、警部は薄手のファイルでポンポンと僕の胸を叩いた。どうぞ。妙な期待しないことね。真犯人の名が赤字で書いてあったりするわけじゃないから。そんな期待はしていません。結構。やれやれ、まるで警察学校の教官だ。それでも胸に押し付けられたファイルを黙って受け取る。それじゃあ私はここで。このファイルはどうしたら。あげるわ。要点はここに入ってことだし。右手を拳銃のようにしてこめかみを叩く。私のプロファイリングとあなたの推力、どちらが先に真犯人に垂れ付くかしら、楽しみだ。だったら僕からも情報を提供してあげますよ。何かしら。買うわ。これです。そう言って僕は剥がした絵の具の入った小さな耳袋を警部に渡した。ちょうどよかった。これを頼もうとしていたんだった。せっかくだからちょっとを持っておけ。何このゴミは。ゴミじゃありませんよ。三雲荘205室の壁に描かれていた絵から採取した絵の具の一部です。それがどうしたの。その絵は最近になって発見されたものです。おそらくまだ検視の誰も正式には調べていないはずの代物です。で、それを私に分析しろってことだしな。ご名答です。うさんくそうに絵の具を眺めていた鴨泉警部が鼻を鳴らす。随分自信があるよね。こんなものが捜査に役立つとは思えないけど、まあいいわ、頼まれてあげる。先生期待して待ってなさい。お、調べてくれそうかな。そう言ってロビーの彼方で消えてしまった。その後ろ姿を見送る僕が内心舌をペロリと出したのは言うまでもない。してやったりみたいな感じだね。編纂室に持った僕は早速渡されたファイルを広げた。鴨泉警部が作ったというファイルは事件に関する要点がよくまとめられていた。パッと見ただけで彼女の有能さと知性が伺える資料だ。どうやら小暮さんが調査したこととダブってる部分もあるが、知らなかったことも多い。さて、どっから手をつけよう。さあ、ということで、二択だね。多分、両方いけるのかな？どうなんだろう。画廊春日についていきますか。さて、それでは何から見ていこう。お、こっからも分かれるのか？画廊の権威について。画廊春日。創業は昭和42年。春日健一の父親が創始者で、創業当時は群馬に開いていた。平成10年に長男健一が昭和を築き、東京に進出。経営状況は赤字も出ないが黒字も出ない、トントンの状態が続いていたが、今から3年前から業績が急に伸び、店舗も銀座の一等地に移ってる。ところがそれより2年も経たないうちに、今度は急激に落ち、昨年2月に倒産。あっという間の転落だ。負った負債に関しては小暮さんの報告通りおよそ5000万円。だがほとんど返済はできておらず、利子がかさむ一方だったそうだ。として最後に気になることが書かれていた。春日健一が死亡する年末に昔の知人に電話をかけているそうだ。近々まとまった金が手に入るかもしれない、と言うんだ。いぶかしがった知人に対し、春日健一はある著名な絵画の名を挙げて、それが入手できそうだ、と言ったとされる。その絵画は、当に喪失した。いや、実は、どっかの収集家が秘蔵してるんだと、業界では噂が絶えない絵画であり、もしそれが現存していたとすれば、億単位の買い値がつくだろうというんだ。そして、その記述の横に、おそらく鴨泉警部の手書きの字で、入手先は贋作
との覚書が記されていた。それから次は何を見よう。さあ、ということで、多分これ全部いけそうな感じだね、やっぱ。画廊の運営について。春日健一と雪乃が結婚後は、二人で画廊の運営を行っていた。春日健一自身は絵を描けないが、絵を見る目の評価が高かった。特殊なルートを持ってるらしくて、著名な絵画を入手する腕を持っていたとされる。だが、密かに闇ルートの売買も行っていたんでは、との疑惑もあった。一方、春日雪乃が画廊で果たした役割はよくわかっていない。画廊に顔を出すのは時たまで、ほとんど自宅にこもっていたようだ。春日雪乃は昨年1月に腕を負傷している。揺らけてガラスで切ったためだと本人は言ってる。画廊は昨年1月、調達すると約束した絵画を納品できず、多額の賠償金を負う羽目に陥り、2月に倒産。二人も多額の負債を負い、店を畳んでいる。それから次は何を見よう。さあ、贋作疑惑について、画廊春日が贋作を扱ってるんではという疑惑は倒産前から持ち上がっていた。ただ取引された絵画のほとんどが収集家の個人所有で、なかなか無人の目に触れることはないんで、その疑惑の真偽は明らかになっていない。ただもし贋作とするなら成功にできたもんだという推測ができる。春日健一は暴力団や闇組織との接触は確認されておらず、従って贋作の入手先も不明である。では何から見ていこう。さあ、ということで、まあ上から順にどんどん行けばいいかな。死亡推定時刻についていきますか。ほとんどが小暮さんから聞いていたことなんだが、解剖の結果、胃からは蕎麦と多量のアルコール、それに胃薬の成分が見つかってる。消化具合から蕎麦を食べた1時間以内に死亡したと推定される。現場からほとんど空になった酒瓶が見つかってるが、それに薬物などが混入された形跡はない。続けて蕎麦屋の証言もファイルしちゃった。これも小暮さんから聞いた通りだ。近所の蕎麦屋、やぶ蕎麦なんが、電話での注文を受けて、かけ蕎麦一人前を出ましたのが13時頃。春日健一本人ができて、出前が遅い、蕎麦が伸びてしまうじゃないか。と文句を言い、金を払う払わないで燃えたという。蕎麦屋はその後、13時45分頃に薄さを回収。春日とは顔を合わさず、ドン巣に置かれていた薄さを持って帰った。蕎麦が半分くらい残っていたと記されている。その後に鴨泉警部のメモ書きが残されていた。上記のことより、蕎麦を食べたのは13時から13時45分。蕎麦が伸びることにクレームを言っていたことからして、13時に近い時点で食べたものと推定される。従って春日健一の死亡時刻は14時。どんなに遅くても14時45分であることは明らか。何が明らかだ。池野さんを追及した時には何か裏があるはずと、負けを認めようとしたかったはどこのどなたさんだ。いずれにせよ、この時刻の池野さんのアリバイが証明できれば池野さんを見つ。証明できなければ、重要容疑者ということになるんだが。さあ、ということで、では、池野さんのアリバイについていきますか。当日、春日雪乃はいつもようにはパートに出る。パート先の記録では、9時出勤、13時勤務終了。その時間内に就職も取ってる。同僚の証言では、13時になるとすぐに帰っていたそうだ。その後の足取りは、昨日本人の証言に基づく。自宅に戻らず、そのまま電車に乗り、デパートまで買い物出かけた。このデパートは片道1時間かかる都心にある。デパ地下の人気惣菜売り場で惣菜を買ってすぐに帰宅。家に帰り着いたのは15時半過ぎ。その惣菜売り場以外にはどこにも寄っていないと証言してる。ご丁寧にもそのページにはレシートが貼り付けられてあった。池野さんが鴨泉警部に提出したものだ。確かにその店門で日付も事件があった6月1日に間違いない。14時10分に松崎牛ハンバーグ2個と10品目サラダを買ってるというのも証言通りだ。ただしそれを買ったのが本当に池野本人かどうかの確認は取れていない。店員も覚えておらず、防犯カメラなどにも映っていないそうだ。そのデパートでは、清掃員がゴミ箱のゴミを回収するのは13時。つまり翌日の13時までに行けば、ゴミ箱のレシートを入手することも不可能ではない。もっとも夫の通夜や葬儀の準備に追われる雪乃が外出する機会があったかどうかも分かっていない。それから次は何を見よう。さあ、ということで、ロープの購入先、行きますか。自殺に使われたロープは、事件2日前の5月30日に、本人が近所の店で購入されたことが確認されている。防犯カメラの映像にも、春日健一本人が一人で来店、いくつかの買い物をしていた姿が残っていたそうだ。
添付されたレシートには梱包用ロープの他にキャンバス、絵の具、絵筆、現金払いされた総額は決して安くはない金額だ。最後のページに警部が当日の時間流れを整理したものが書いてあった。以下抜粋すると、9時、雪のパートへ、確認済み、健一まだ寝ていた、本人だ。13時、雪のパート終了、勤務中外出させて確認済み、そのまま雪のは電車に乗った、本人だ。13時、健一、そばん出前取る、確認済み、すぐに食べたものと思われる。13時45分、そばの器回収、確認済み。14時10分、駅のデパ地下で買い物、本人だ。レシートに時刻は記されているが、本人かどうかは未確認。なお、このデパートまでは、片道最低1時間確認済み。15時30分、行きの帰宅、本人な、遺体を発見。17時2分、110番通報。春日宅からかけられたものと確認済み。なお、死亡推定。14時から14時45分。それからファイルには、写真も何枚か添付されていた。現場を撮ったもんだが、ざっと見たところ、僕がコピーを持ってるものと同じようなだ。遺体の写真、首についた紐の跡が痛々しい。他に外傷もなく、遺死したものと推定される。遺死の状況を撮った写真もいくつか見たが、単なる首吊り札だとしても、何ら不自然ではない。素材の様子も何枚か撮られてる。酒の瓶が一本、遺体の傍らに転がってる。床には溶けたアイスクリームが流れ出したビニール袋。テーブルの上には使用済みの割り箸の袋と飲み終わった薬の空袋。コピーではよくわからなかったが、写真で見ると、割り箸の袋が蕎麦屋やぶ蕎麦のであることも、薬の空袋が胃薬のものであることも鮮明だ。アイスクリームで汚れたビニール袋のコンビニの店名まではっきりと見える。これで釜泉警部のファイルはすべて読み終わった。これを一つ一つ、丁寧に検証していくことで、きっと事件の真相は見えてくる。それがどんな答えであれ、僕はそこから目をそらさない。そう、ということで、セルフクエスチョンだね。贋作の作者は、最初に贋作疑惑について整理してみよう。ガンアロー春日は贋作を扱っていたんでは、との疑惑がある。もし贋作だとすれば、誰が書いたもんだろうか。さあ、ということで、春日健一、春日幸の202号室の絵の作者。まあ、時期とか考えて、確か1月に幸野さんが、その、手を怪我してしまって、で、その後だよね。なんていうか、その、この、絵の作品関連のトラブルみたいなのって。って考えると流れとしてはね、時系列で考えると、雪乃さんが描いた可能性って結構ありますよね。今描けなくなってしまったから用意できなかったみたいな線もね、ありえそうなので、雪乃さんで言ってみましょうか。贋作を描いたのは雪乃さんだ。その根拠となるポイントは、根拠となるポイント。さあ、ということで、贋作の筆のタッチ、絵のモチーフ、腕の怪我の時期。まあそうだよね。今言った通りの多分選択肢が出てくるのかな。腕の怪我の時期だね。浮野さんの腕の怪我は去年の1月。そして、画廊春日が約束した絵を納品できなかったのも去年の1月。時期がピタリと一致する。この辺がリンクするんだよね。浮野さんが贋作を描いており、腕の怪我によってそれを断念せざるを得なかったと考えれば筋が通る。では、浮野さんはどうしてそんな怪我を負ったのか。さあ、ということで、子供が惹かれそうなのを助けようとして、夫の暴力によって蕎麦アレルギーのため、まあ、夫の暴力によってっていう選択肢になるのかな。割と最近の出来事でしたよね、確か。これはね、このことはね、夫の暴力によってでいきましょう。牛はないが、春日夫婦を知る人物の証言から考えておそらく間違いないだろう。許しがたいことだが、春日健一は日野さんに暴力を振るっていた。そしてある日、悲劇が起きた。春日健一は自らの悪徳のために身を滅ぼすことになったんだ。しかし、一方で消せないことがある。春日健一は近々著名な絵画を入手し、まとまった金が手に入ると知人に話している。
これの意味するところはさあということで、再び贋作を書き始めるつもりだった。証文を入れ替えて再就職するつもりだった。ただのホラ話。再び贋作を書き始めるつもりだった。この春日圭一は再び贋作を作り始めようとしていたんではないか。それを裏付けるものは朝級ハンバーグ、酒の空瓶、画材の購入だね。春日圭一は梱包用ロープと一緒にキャンバス、絵の具、絵筆などを買ったことがリシートから判明してる。生活に苦しんでいた彼が意味もないのに高額の画材を買うはずがない。だとしたらほぼ間違いなく贋作を再び描き始めるつもりだったんだろう。その場合贋作を描くのは誰か。さあということで、春日圭一、春日駅の202号室の絵の作者。なぜか3択目来るよね。202号室の作者木野さんかなってなるとね。春日圭一には絵を見る目はあったらしいが、絵は描けなかった。他に特殊な絵を見ると思っていたとしても、彼には贋作を知る資金がない。そうなると木野さんの他には考えられない。だが木野さんの身では絵を描くどころか家事をすることさえ回らない状態だ。この問題をどう考えるべきか。さあ結論ですね。実は治ってる。本当に右腕は使えない。実は左腕は使えない。ってことになるのかな。実は治ってる。雪乃さんの右腕は実は治ってる。不自由そうに家事をする仕草や寂しそうに右腕をする姿、それは全てが演技だった。容疑者となってくるであろう刑事風見純也は騙すための演技だった。そう考えると全て筋が通る。こんな推理はしたくもないが、これが一番すんなり説明がついてしまう。あくまで仮説でしかないんだが、僕の胸には大きな隙間が開き、そこから冷たい風が通り抜けていく。おお、連続できましたね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。